いつもご視聴ありがとうございます。ノルノタロスでございます。さあ今日はですねこちら栃木県にありますインターパーク宇都宮、バイク王さんにお邪魔させていただいておりますけれども、こちらがですね、まあ、ピットですね、まあ、いわゆるまあそのバイクを整備したりとか、あとはまあ故障を直したりとか、そういった場所でございます。まあ、こちらにですねバイク王さんのまあ整備士の方がね一生懸命普段ねお働きになってらっしゃいますので、ちょっとそちらの様子を、今日は伺いに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お仕事中にすいません。どうも、ノルノタノシと申します。いつもお世話になっております。宇都宮サービスフィットの沢口と申します。よろしくお願いします。お世話になります。いつもじゃあこちらで整備されて。はい、いつも僕はここのスペースでやらせていただいてます、ね、でも大変でしょ。でも寒い中でも、もう全然慣れっこなんで、うん、まあそうですよね、はい、今何直されてるんですかこれ。今これ GSX125S のドライブチェーンの交換。はい、はい、あ、ドライブチェーンの交換されてるの、はい、まさにまさにこれお客様のバイク。お客様のバイク、へえ、はい、そうなんですね。ああ、そうかそうか。いやでも整備の世界もこれまた大変でしょうね、いろいろと。そう、慣れてないともしかしたら大変な方もいます。あ、まあ、使わず好きでやってるんで。まあそうですよね、はい。きっかけは何だったんですか、最初その整備の道に進もうみたいな。僕は北海道の田舎育ちだったんですけど、はい、当然田舎なんでバイク乗ってる人が、うん、郵便局のおじさんぐらいしかいなかったんで、はい、そんなことないと思いますよ。それでなんかみんなと違うことをしたいなっていうことで、はい、バイクの、整備士の方に進んだっていう。あ、そういうことか、ね。はい、あ、じゃあ自然の流れでそうなってきたわけですね。とは言ってもですよ、これだけ多分いろんな部位を整備士としていろいろ直さなきゃいけないわけじゃないですか。いや、ここだけは俺負けないとか、僕この整備すっごい得意みたいなことあったりするんですか。分解している最中に手に届かないところは、はい、僕の場合は綺麗にするっていう。ああ、はい、自分もそういうのもう磨いちゃう立場、ね、磨いちゃう立場なんですよ。あ、はい、そうなんだ。でこれじゃあこれから磨くんだ。これから洗車したり磨いてしまう。本当はなんか時間かかるんで、そこはできないですけど、まあ、見えないっちゃ見えないんですけど。いやでもそこいうとこでしょう。そうなんです。僕一回ねバイク王さんにね実はバイクを整備してもらったことあったんです。昔ドカティの昔のやつなんですけど、ね、くっついた時計電池がね入ってたんですよ、切れてたんですよ。そんなことあります。いや確かに気づいたら僕もボタン電池入れてたりとか。あ、本当、はい、感動したんですよ。帰ってきて電池時計に時計がついてて、はい、あ、入れてくれてんだと思って。そうそう、感動した覚えがあって。なんかそういうのってすごくユーザーとしてはめっちゃ嬉しいですよね。全部か全部ちょっとできないんですけど、うん、もうこちらであるものであればサクッと直しちゃって。そうか、気づいたらね、はい、すごいな。やっぱそういうとこですよね、心の整備。あ、いいですね、心の整備。もうちょっとリアクションください。今ので言ったものです。すいませんでした、はい、ぶっ壊れました、もう。ちなみに今整備士さんの7つ道具じゃないですけど、はい、この工具一番使うナンバーワンみたいな。それが一番ってわけじゃないんですけど、はい、8分の3のラチェット。8分の3ラチェット、どうぞ持ってみてください、はい。これ一番使う。これが多分一番使ってると思います。まあでも確かにそうですよね。絶対バイク乗ってる人これ持ってますもんね。だいたい緩める締めるで使うんで。八分の三ラチェット。ラチェットが。ラチェット。こちらが一番。二番は。二番。二番のあれね結構奥に入ってますね。二番 T 半ですか、ね。T 半か。なんかほら料理人とかだったら包丁すごいこだわったりとか。利用者の方はハサミすごいこだわったりとか、はい、ちょっとこだわってはいるんですけど、そこはね高級ではないです。あ、そうなんですか、はい、お、なるほど。逆になんかこう、まあ、この辺だと我々持ってそうですけど、これはめちゃくちゃマニアックな工具、これも整備士しか持ってないでしょう工具、何があったりするんですか。75度オフセットメガネって言うんですけど、はいはい、75度オフセットメガネ、はい、メガネはでもありますよねオフセット、はい、なんですけど形が普通のと違ってて、はい、お、角度がそうそうか、障害物を避けられるようになってるんですよ。結構奥まったところにあるネジとか、はい、あ、これか。確かにこの高さ、はい、僕持ってないわ、はい、あ、これやっぱ使う場所出てくる。結構僕的には結構使うとこあって、
やっぱ避けたいとき、これじゃどうしても入らないとき、はい、これよく助けてもらってます。あ、そうですか。こちら75度、はい、オフセットメガネ。オフセットメガネですね、はい、はあ、これ軽い、これ整備士さん一押しのマニアック工具、はい、すいません、ありがとうございます。はい、なんかこだわりのポイントあるんですか、整備の。もう僕が乗るわけじゃないんで、お客さん目線でやっぱり整備しているのが僕の中で一番ですかね。あ、やっぱそこか。ミラーの角度だったり、あ、まあ、あの 女性か男性かによってもやっぱ違うんで、お、はい、例えばあのチェーンの張りとかも、あの男性が乗る場合と女性が乗る場合でやっぱチェーンの張りが若干変わってくるんで。ええ、どういうことですか。あの遊びが、あの男性の場合やっぱ少し体重があるんで、はい、あの張らさってしまうんですよ、どうしても、はい、で女性の場合だとそんなに体重がなかったりするんで、あのそこをちょっと遊び少なめにしたりとか、うん、多めにしたりとか。すげえ、何それ。そう、邪魔。まず来たらバイク見てる、お客さんパッとパッと見て。あ、僕見ちゃいますね。あ、お客さんのまずディティールを確認して確認しちゃいます。それからちょっとミラーとかを想像して、はい、あ、すっごい、そんなとこまで心がけてくださってんだ、ありがたいね。そうなんだ。え、ちなみに整備士何年でいらっしゃるんですか。で今年11年目。この整備だけはちょっと困ったみたいな思い出のなんかエピソードあったりします。スイッチが入らないとか、電装系で結構長く預かってしまったみたいな。その後ろの GSX250R もそうなんですけど、はい、そう、なぜかつかなくなったみたいな、うん、そういうのはちょっと迷ったり。要は原因がわからないってこと。原因が多少不明な時がありまして、なんでなったみたいな。でもまあそれやっぱ解決してお客さんに返していくのもちょっと喜びであったり。はい、はい、これも探り中。探り中です。まだわかんない。まだ、何が考えられるんだろう。もうお医者さんですもんね、だって本当ある意味バイクのね、もう全部範囲で位置から、あ、ここ良かった、ここ良かった、抵抗値測ってみたいな。そうか、だって喋るわけじゃないし、はい、あれ本当にイグニション全然ダメだなって。そうか、大変ですね。で逆にこれ嬉しかったとか、これやっぱりこの時やっぱり整備士としてやっててよかったなみたいな時ってあるんですか。嬉しかったら率直に ありがとうが一番、はい、僕の中でやっぱ嬉しいですね。やっぱそれか、はい、まあ、愛車を長く乗り続けようと思ってやってきてるわけだから、また戻ってきた時にお客さんとしても嬉しいっていうのはね、ありがとうっていう気持ちになるのか。そうか、うん、将来どうなんですか。なんかこうこんな整備士目指してますとか、まあ、こうみんなにこう頼ってもらえるような、こう何簡単なことでも難しいことでも言って、それで解決していけるような、はい、生涯現役でいきたいと。さすがですね、社訓ですね、もうね、はい、ああそうですか、なるほど。じゃあもう多分こういう仕事をね、これからつきたいっていう思ってる若者たくさんいらっしゃると思うんですよ。整備士になりたいなとか、整備士免許取ってみたいなとか、そういう方たちに何かメッセージあったらぜひ、はい、ベテランとしていっぱい経験して、いっぱい挫折して、あの自分の経験値積み上げて、あの楽しくやっていただければなと思います。そうですね、はい、沢口さん、お仕事中どうもお邪魔いたしました。ありがとうございました。いや本当勉強になりました。これからも引き続き、はい、皆さんの心を整備できるような頑張ってます。はい、整備はぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕もお願いいたします。沢口さんでございました。どうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。